ゴミ対策課の岩崎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて早速ですが、4月からペットボトルの出し方が変更になったそうですが。はい、今まではキャップを外しラベルは剥がさないで袋に入れずにカゴやバケツ、コンテナなどの容器に入れて排出していただいていましたが、ラベルを剥がして排出していただくように変更になりました。なぜラベルを剥がすようになったんでしょうか。理由はありますか。はい、ペットボトルは回収された後新しい繊維で衣類などやプラスチック製品に生まれ変わります。ペットボトルは収集された後再生業者がペットボトルとラベルを分離していましたが、容器が薄くなったことなどにより分離が難しくなってきています。ラベルが除去されずに再商品製品に混ざることにより商品価値が下がってしまいます。ペットボトルの高品質な再商品化を行っていくため、ペットボトルのみの排出に変更しています。ペットボトルを出すときに何か注意する点はありますか？はい、ペットボトルはジュース、お茶、調味料などペットマークがついているものとなりますので、ご確認をお願いしたいと思います。剥がしたラベルとキャップは容器包装プラスチックの回収日に、ペットボトルはペットボトルの回収日に袋などに入れずに中を軽くゆすいでから出してください。切断したものや汚れているもの、または飲料用、食用以外のペットボトルは燃やせないゴミに出してください。できるだけ潰していただけると収集時に大変助かりますので、ご協力をお願いいたします。パンフレットなどで変更点を確認できるものがありますか？はい、平成30年度版調布市ゴミリサイクルカレンダーの15ページに記載してあります。また3月20日発行の第77号のザ・リサイクルにも掲載しています。ご確認していただければと思います。また市のホームページやゴミアプリでも確認できますのでご利用ください。他に変更点はありますか？はい、同じく4月からとなりますが、試行的に使用済みインクカートリッジを回収しています。回収場所として市役所2階ゴミ対策課窓口に回収ボックスを設置しています。また電気店などで回収ボックスを設置している場合もありますので、ご確認いただき電気店などもご利用ください。平成30年度版調布市ゴミリサイクルカレンダーの20ページに記載しています。また3月20日発行の第77号のザ・リサイクルにも掲載していますのでご確認ください。最後にゴミの出し方についてお願いがあるとのことですが。はい、ゴミを排出する場合、再利用できないか、また物を買うときにも本当に必要なものなのかなど考えていただきますようお願いいたします。またゴミを出すときも、分ければ資源、混ぜればゴミと言われるように分別が大切です。分別することでゴミ量も減らすことができます。また生ゴミは水分が8割含まれていると言われています。必ず水をよく切って出していただきたいと思います。ぜひ日頃からゴミ減量やリサイクルを心がけて、さらなる減量にご協力ください。ゴミ出しについてわからないことがある場合はゴミ対策課にお問い合わせください。ゴミ対策課の岩崎さんにお話を伺いました。